ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。第1回ハイパーポンゲ魔王の軍コミュニティ対戦やっていきます。ハイパーを決めましょう。誰が一番ハイパーか今日のね、14時から、コミュニティ潜ると、先ほど1時ぐらいにツイートしておきましたので、あと5分で、14時です。14時にもう速攻潜ろうと思います。今日はね、だから10戦ぐらいできればいいかなと思います。はい。でメンバーなんだけど、まあ基本あのエテのコミュニティの、ルールとしてはまず入れ替え禁止なので、このメインの方パーティーは、っていうかこっちだけ、うん、で、エテさんのキュラーマジンガー、ちょっとこれ名前変えます。名前で、まずエテのキラーマジンガー超ギガボディにしました、でちょっとねまだねギリギリ育成が、まだ仕上がってるとは言えない、スキルがねちょっと足りないんよな。ここがちょっと触れてないってのがまず一つ。ちょっとね対戦前にね育てようと思ってたんだけどね、ニコ生の方でガンダムオンラインをやっていたらね、気づいたらこんな時間になってしまいましたガンオンなど麻雀などやってたらこんな時間になってしまいました。でまあスキルは、ヒフドラード外してチャンピオンで巨大モンスター潰し H アップ SP 攻撃アップ SP 守備力アップ SP と守備力ガード SP、いやもう整ったねこれは。で、特性は、また一つ増えて、常アタカンタが増えたのかな、だから魔法カンタアタカンタ両方持ってると、で一応ね今行動早いつけてるんだけど、ここをちょっと今後変えていこうかなって思ってます。カウンターを外しました、で AI2 回行動にしました。やっぱ1回行動のね、時代はまだ来てなかったようですね、はい時間大丈夫、まだあと2分あります。あと2分、そうだから行動早いを消して、強ボディの一番いいやつをつけたいなと考えております。はい。でいろいろねちょっと試しにその普通にグランプリで潜ってたんだけど、まだ時間ある、大丈夫、ちょっと時間が気になって仕方がないのだが、タメトラを使って超高火力、ちょっともう準備しとくね、超高火力攻撃しようと思ったんだけど、なんかね仕様なのか分かんないけど暴走期間とマテリアルバーンで25に上がったとして、でタメトラで5を吸収したとするとテンションが5になっちゃうよね。ちょっと謎です。はい、こちら、現在526人、果たして今日の対戦者はどんな野郎だ。ちょっともう時間です。もうすぐあと何秒かです。まだもう20ぴったしにもう参加するんで一発ちょっと早く、はい、来た、さあ一人目は、対戦相手良平、よろしくお願いします。はい、強そうだ、北海道の良平
対戦よろしくお願いします。アイアンもうあの亀はねいい思い出ない、正直グランプリでここマテリアル版で暴走期間でまたもう一段階テンション上がるんでね。ここは任せよう任せよう。このねでっかい亀をね4枠にしてねやってくるのにどうしても勝てないんよ。賢さ増加、これってあれかな、スペディオかな、身代わり、身代わり粉砕するでしょうけど、うー絶対死んだな俺執念。何それ、うわーこれやられた、刃のボディまた、うわうわそれで執念なんか、執念意味あんのかなと思ったけど、うわ身代わりって執念でもあの継続されるんだね、マジかマジか、それ怖っ。しかもまあひっちゃったし、あありがとうございました。強えわ、ちゃんと作り込まれてるわ、うん、やばいねあれ、身代わり刃ボディか、いや勉強になりました、なんかいっぱいもらった。あ、これはいはい、ハルゴンちゃんじゃんか、ハルゴンちゃんかこれ、いやそうだな、え、これ ラスボスのやつじゃん、ラスボスちゃう、裏ボスか、いや違う、ラスボスだ、ラスボスのガルマザードか、カルピスソーダだカルピスソーダだ、どうしようどうしよう、全く何してくるか分かんない、いやもう火力で押すよここは。アストロン、何それ、なんでなんでアストロンとかすんの、ちょっとよく考えろ、アストロンだろ、マタンテか、いやいいよ、着々とエテのテンションは、エテのテンションは上がっていてるよ、会心完全ガード、ちょ会心完全ガードな、なんだと、
ドルマーター、止まんねえ、止まんねえ。止まんねえ、ドルマータが止まんねえし、なんだそれ。大変ありがとうございました。勝てんのかこれって。今日10連敗か、もしかして。はてなはてなはてな、はてなはてなはてな、何これ。はい、お願いします。はてな、はてなさん、なんかレアキャラ集がする何レアキャラ集がすごいする。しかもこれあれじゃん、ダークマスターじゃん。もう完全にダークマスター、ダークマスターじゃんこれ。え？潰せ。会心完全ガードはないみたい。あ、これ落ちんじゃない？これ落とせんじゃない？アタカンタ？跳ね返る？問題ない。問題ない。何してくるか。何してくる。煉獄火炎。やばい。メトロワー。ああ、大丈夫だ。大丈夫、耐える耐える。これは耐える。もうここ耐えたらエテの勝ちでしょ。もうここ耐えたらもう完全にこれエテの勝ちかな。なんか半分削ってないあたりがちょっと怖いけど。なんでなんでそこ回復しちゃったら、もう次相手のターン回したら負けるぞお前。それはちょ、瞑想、ちょ、瞑想消そう。ちょ、お前はほんと攻めの一手だ。攻めが大事。耐えれるか。耐えれないか。あれ、耐えた。ちょっと待って、よく考えろ、よく考えろ。ここ一回ためとら、ためとら、積んだもん、これ積んだもん。大変ありがとうございました。はてなはてなはてなさん、ちょ、みんな強くない？ちょ
マジで。ちょ、3連敗なんだが。3連敗なんだが。ポテト。あ、マット・スミスだ。対戦よろしくお願いします。滋賀のポテト。いや、ちっちゃいモンスターにはいて強いから、えてちっちゃいモンスターには強い、でっかいモンスターには弱いけど、えてちっちゃいモンスターには強いからね。負けてるけどすでに出鼻くじかれてるけど、ちっちゃいモンスターたちに。初戦どうする。ここアンカーするか。ここ、いや なんかしてきそうだもんな。せっかく行動早いついてるしな。せっかく行動早いだし、そう行動早いつけちゃってるからね、アンカーがもったいない気がしてしゃあない。最初はこれでテンション上がるから。身代わりかー。けど刃のボディはないでしょ。うん、刃はない。あ、身代わりしてくるんだったらアンカーでもよかったな。さすがにこれは落ちるな。さすがに落ちる。やいぼ。やいぼカウンター、やめてくれ。もう攻撃すな。もうお前なんでその337拍子みたいなの。てか一発目のやつで落ちてなかったんだね。痛い。カウンターは問題ない、効かない。それ麻痺耐性がね、さっきので麻痺思いっきり食らってたから、麻痺耐性が若干あれなのか、キラーマジンガは。そこまでちゃんと見てなかったわ。ここ耐えろ、ここ耐えよう。しゃ、勝った。もうこれ、勝った。これは勝った。ため取らします。星降りのサンバ。対戦ありがとうございました。つえもう4連敗じゃん。4連敗じゃけ。次絶対勝つ。ゆうひさん、もう身代わるだろこれ絶対。三重の夕日。いや、もうこれしょっぱなアンカーしていこう。しょっぱなアンカーでいくわ。これはもう身代わるわ絶対。待てば。一旦は耐えれるよな。一旦耐えてくれよ、頼むよ。賢さ、ちっちゃいメタルゴッテス可愛い、ね、ちっちゃいメタルゴッテス可愛い。やっぱ撃ってくるね不気味。
波紋やばい、テンション戻される。くそくそ、ローワー、これ999行くんじゃない、また強えな。ちょ、ゴッテス次第でこれ落ちる。リザオ、やばい、積んだ、もうこれ積んだわ、もう必殺ない、必殺、必殺、必殺はない、必殺名前、おい、メタキン TV 何ワロてんねん。まあ、こっちのキラマンジング、はい、ワロス、ワロスだ。どうしたらいい、どうした、呪文予測、あがこう、ここはあがこう、ちょ、あがくわ。メドロワ以外のその攻撃はなかった。メドロワ撃ってくる、確実に殺しに来る。まひるなよ、これも大丈夫。ちずん、振り出しに戻った、むしろマイナス、撃ってこい。あれあれ、メドロワって呪文じゃないの、テンションの差、テンションの差かな、これまた。そういう説ある。対戦ありがとうございました。5連敗、まあ、10連敗だけはマジ避けよう、うん、10連敗したらもうあれよ、もうほんと城之内シスだわ、それは。